玉川ホトトギスは、ユリカホトトギス族の多年層。茎は多少ジグザクに曲がり、直立、または射上し、高さは40から80センチメートルになる。葉は五星し、葉芯は高大円型で、長さ8から18センチメートルになり、先端は急に尖り、基部は心形になって茎を強く抱く。家茎を除き、葉や茎にほとんど毛がない。花期は7から9月。 茎先と上部の溶液に、繊毛のある、三胞荷状をつける。下皮片は6個あり、斜めに開き、黄色で内面に、紫褐色の反転がある。長さは、約20ミリメートルになり、3個の内下皮片は、長楕円形、3個の外下皮片は、広長楕円形で、外下皮片の方が、幅が広く、外下皮片の基部に袋状の膨らみがある。は個で、 花糸は互いに寄り添って立ち、上部で反り返って先端に役を外向きつける。下中の先は三つに分かれ、各枝の先はさらに二列すし、粒状の毛があり、紫色の斑点がある。果実は、騎身形態の果てで産量があり、包巻劣開する。日本固有種で、本州、四国、九州に分布し、産地の沢沿いや湿った、林内など、水気のある場所に生育する。 ホトトギス族の可比変の反転を、鳥類のホトトギスの胸にある反転になぞらえて、ホトトギスという。さらに、牧野富太郎によれば、玉川ホトトギスの金色を、山吹の色に見立て、山吹の名所であった京都府続き組出町の、木津川の支流である玉川の名を借りて、その名としたという。ありがとうございます。